遊んでやるか。覚悟しろ。覚悟しろ。私たちに休める場所を提供してくれてる人に何ていう言い草なの？いくら美しいだの立派だの綺麗事を並べたところで戦争が始まれば全部消えてなくなるもんだ。あんな話に感動だの言ったところで何になる？戦争になれば、お互い敵同士なんだぞ。殺さなければならない立場なんだから、仲良くなるだけ無駄ってもんさ。あんな話で情が芽生えてみろ。敵を敵として認識することが難しくなるって言ってんのさ。
それなら、まだ嘘をついてるとでも思った方が気が楽って話さ。シンクレアの言うこともわかるが、俺たちは今、ここに戦争しに来たわけじゃない。確かに敵国の人だけれど、俺たちを受け入れてくれた人だから、礼儀は守らないといけない。それに、もし戦争が起きてしまっても、民間人は保護する義務がある。そのために俺たちのような騎士がいるんじゃないか。暗黒街の闘技場と戦争は違うんだ。正直俺にはその二つがどう違うのかわかんねえな。同じ戦いだろうがよ。そうか。では必要なら、わかるまで何時間でもその違いについて説明してあげるけど、いいかな？くそ。わかったから勘弁してくれ。遊んでやるか。同時開始です。そりゃー
この俺様に歯向かうな。聖戦のために。ここにお前のものがどこにあるのか。俺の土地にあるものは当然俺のものだ。Yeah, I just want to remind you guys, please hit that subscribe button, and please hit that notification button, and please hit that like button, and please leave a comment. Let me know what you think about the Fenrir Moon channel, and please let me know what you think about this video. Later! Yeah! Thanks!